1800m の新馬戦、全馬ゲートに収まってスタートしました。さあ先行争いです。まずはポジションの探り合い。まだポジションが定まりませんが、間から大勢タイクーンでしょうか、わずかに押し出されるように前へ。ドンスキマーが2番手の位置、ポップアイコン3番手、その後固まってエボニーナイトがわずかに上がっていきますが、最内からラルシドールがすっと抑えきれない感じ、先段に取り付いていきました。ニロティカスがちょうど中段の位置に控えました。さらに外からはディープブリランテが行っています。中段馬群の外目、内差がなくマイネルイグアスが続いています。外回りの、さあ第3コーナーを目指します。シゴバシンと馬群が開いています。外からはダノンオリエントが後方から4頭目、残り1200を通過して、さらに間からはサチの恋のぼりが首を覗かせ始めました。さらに外からはコズモプランタンが押し上げていきます。最後方わずかに4番シゲルパイナップルという体勢です。各馬が残り 1000m を通過、3、4コーナー中間です。さあ先頭は大勢タイクーンです。1馬身半のリードを取って逃げております。2番手にはポップアイコンがつけています。スタートしての 1000m 1分2秒前後で通過しています。3番手の位置ですが、ドンスキマーが3番手から2番手、外を抑えきれない感じです。と今ディープブリランテ、あるいはコスモプランタンなども押し上げにかかりました。連れてエボニーナイト、 3,4 コーナー中間からこれから4コーナーです。先段固まっていますが、今度間からドンスキマーがわずかに先頭に立つか、ポップアイコン内で食い下がっている。さらに外からはエボニーナイトにディープブリランテが上がってまいりました。その中からディープブリランテが外から、さあ先頭に立っていきました。ディープブリランテが、さあ手が動いてようやく1馬身2馬身後続を突き放しにかかります。2番手ですがエボニーナイト頑張っている。3番手内からはラルシドールが接近してくるが、食い下がっているポップアイコン、さらに間からはさサチの鯉のぼりも上がってくる。2番手3番手接戦になりそうだが、先頭は10番のディープブリランテ五輪。ディープブリランテ2番手ボニーナイト、3番手争いはサチの鯉のぼりか、あるいはラルシドールか。